YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。音楽クリエイターの池上です。音楽で生活をするとか、音楽で有名になるというと、昔だったら、音楽事務所に入って音源制作をしたりプロモーションをしてもらうということが一般的だったと思うんですけれども、今日ではインターネットの普及によって、個人でもかなりの活動ができるようになりました。 SNS での情報発信ですとか音源制作もできるようになりました。僕は現在音楽事務所に所属していないのですが、知り合いの一人で活動をしているシンガーソングライターさんなどに、その方の楽曲のアレンジなどを依頼されることが多々あります。個人で活動している方ですと、なかなかどういったデータをアレンジャーの人に送ればいいのかっていうのを意外と知らないと思います。今日ご紹介するのは、アレンジャーにアレンジを頼むとき、どういったものを送ればいいのかというのをご紹介します。まず一つ目、デモ音源です。当たり前ですが、まず曲をいただかないとその曲のアレンジをすることができません。最悪スマホなどのボイスメモでも最悪いいんですが、できればボーカルとコードを別々にいただけると助かります。これはなぜかというと、アレンジを進めていくときに、その歌、仮歌というんですが、その歌を使いながらアレンジを進めていくことができるからです。これが例えばボイスメモですと、歌と伴奏が一緒になっているので歌だけを使うことができません。これは結構不便で、やっぱり音源をアレンジするときに歌が入ってないとなかなかイメージが湧きづらいっていうのがあります。ですとか、歌詞によってここはもうちょっとこういう風にアレンジしようとか、そういったものも結構変わってくるので、やはり、歌と伴奏っていうのは別々のファイルがあるととてもありがたいです。そういった家で撮るような環境、宅録の環境がない方っていうのは、最悪ボイスメモでも結構です。ですが、その際にできれば一定のテンポで弾いていただけると、これもまたとても助かります。具体的には、片耳にイヤホンなどでクリックを流して弾いていただけるといいかなと思います。はい、その2、歌詞カードです。シンガーソングライターの方ですと、やっぱりメロディーと歌詞の組み合わせっていうのは結構こだわってる人が多いと思うんですよ。なので、これもやはり、文字にして渡していただけると、やっぱり非常に、アレンジがしやすいかなと思います。手書きでも大丈夫なんですが、できれば PDF でデータにしていただけると助かります。例えば、歌詞の文字数が多いときに手書きで書いたら2枚になってしまったなどの時に、 PDF でしたらその文字をコピペして、文字サイズを変えたりすることができるので、後で例えば2枚だったものを1枚にまとめるなんてこともしやすいからです。はい、その3、コード譜です。コード譜は正直なくてもいいんですが、あると助かります。できれば小節数やコードが変わるタイミングなども分かると、なおいいと思います。僕は、コード譜を作るときにクローバーコードシステムズというソフトを使ってるんですが、これもまた別の動画に使い方をまとめようと思っています。その4、リファレンス音源です。リファレンス音源というのは、イメージに近い既存曲、つまり参考曲のことを言います。やっぱり口で説明するだけじゃなくて、実際にある曲を指定してもらえると非常にイメージが湧きます。また音を聞くだけで分かることっていうのはすごくたくさんあって、例えばどういう楽器を使ってるのだとか、どういう音楽性なのかだとか、どういう音色の楽器を使っているなどかによってかなり曲のイメージは変わるので、そういったものも、かなり参考にしています。リファレンス音源を選ぶ時のポイントは、デモ音源と同じキーにすることです。キーというのも C メジャーとか D メジャーとかそういうことではなくて、メジャーだったらメジャー、マイナーだったらマイナーということです。あともう一つ大事なのが、 BPM を、なるべく近くしてほしいです。これが例えばデモ音源は120ぐらいの、曲だったのに、リファレンス曲が180とかだと結構参考にならなかったりします。その時のテンポで気持ちいいリズムパターンっていうのも変わってきますし、フレーズも変わってくるからです。なのでなるべく BPM は近い方がいいです。リファレンス音源を決めたら、アレンジャーには曲名を送るだけでもいいですし、例えば最近だったら YouTube でその曲が聴けたりするので、 YouTube の URL なんかもあると嬉しいです。
サブスクリプションの音楽サービスを使っている方も最近は多いと思うんですが、なるべくサブスクリプションの URL などでは送らない方がいいと思います。やっぱり Spotify を使っている方とか、Apple Music とか、LINE Music とか、結構いろんなサブスクリプションを使っている方がいるので、まあ必ずしも自分が使っているサービスと相手が使っているサービスが一緒とは限らないからです。なので、やはり誰でも見れる YouTube がいいのかなと思います。はい、おさらいします。1、デモ音源。2、歌詞カード。3、コード譜。4、リファレンス音源です。先ほども言ったんですが、最悪、本当の最悪、スマホのボイスメモでも大丈夫です。なんですが、それは、DTM の環境、卓録の環境がない方だけの方がいいかなと思います。あともう一つ僕が思っていることがありまして、これはシンガーソングライターに限ることではないんですが、今活動しているミュージシャンっていうのは、もう卓録環境とか DTM の環境っていうのは、もう僕は必須かなと思っています。パソコンとオーディオインターフェースとマイク、まああとは鍵盤とかミディキーボードがあれば、本当に簡単に始めることができます。で、こんなに、便利な世の中になっているので、これを使わないことが、すごく損だなと思うし、これが使えると、一人で活動できる範囲っていうのは、かなり広がります。ミュージシャンでも、例えば最近だとデータのやり取りなんかがあって、僕なんかだと、ギターだけ音源を録音して送ってほしい、なんていう案件もあります。まず、それができないと話自体が来ないと思うんですよね。なかなか音楽っていうのは、お金になりづらい、ものだと思うので、だったらこんな便利なものを使わない手はないんじゃないかなと思っています。例えばパソコンが出た時に電子メールの使い方っていうのは、まあ、誰もわからなかったわけですよね。でも今って電子メール使えない人っていないですよね。今は電子メール使えない人って、まあ、おじいちゃんとかおばあちゃんぐらいですよね。それと同じなのかなと思います。はい、この動画が良かったと思う人は高評価やチャンネル登録をお願いします。今日の動画はここまで。バイバイ。